欲風会本館社会福祉法人欲風会は、東京都杉並区高井戸西1の12の1に、本拠地を置く社会福祉法人。高齢者医療を専門とする、欲風会病院をはじめ、養護老人ホーム、経費老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保険施設、デイサービス、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等の施設、在宅サービスを運営している。 また、認知症介護研究、研修東京センターや翼風会ケアスクールを通じ、研究及び専門職教育を担う社会福祉法人である。創立90周年を迎えた平成27年、新たなスローガンは地域とともに未来を開くである。大正12年9月1日、関東一円を襲った、 関東大震災により自活できなくなった高齢者の援護を行うため、国家資金及び一般議員金を財源として、大正14年1月15日、内務大臣の許可を受け、財団法人として設立された。当初は内務省社会局に本部事務局が置かれ、初代会長には若月玲次郎が就任した。設立当時は横浜市内に分が存在したが、 昭和18年に廃止されている。戦時には施設建物の大半が軍に接収され、資産が凍結されるなど、その事業は不振を極めることとなる。戦後に入り、昭和21年9月、生活保護法による保護施設として再生復興することとなり、昭和27年には社会福祉法人に改組された。昭和38年8月、 老人福祉法に伴い、老人福祉施設として発展。平成12年4月の介護保険法施行により、介護老人福祉施設や在宅サービス事業を開始。平成26年には老朽化した、浴風会病院を新設の介護老人保険施設、老犬くぬぎと構築した高齢者、保健医療総合センターとして、再編成した。翼風会本館は、 大正15年、内田昭蔵により設計された。現在も、翌風会本部事務局や、各事業所の事務旨として使用されている。平成13年3月には、東京都から東京都警官条例に基づく、第37番目の東京都選定歴史的建造物の指定を受けた。また史跡建造物であるため、多くのドラマにおいて、大学や、 研究所等のロケ字枚台に使用されている。欲風という名は、恩恵を施すとか救済を行うというような思想を、離れた名称ということで選ばれた。由来は、論語先進編の、欲儀の楽という逸話である。ある日孔子が弟子との問答の中で、何が人間の幸せかという話になった。すると、そう、が、春には水を浴びて、 風に吹かれてみんなで過ごしたいと答えた。孔子はその意見を痛く気に入り、このような素朴な喜びこそが最も尊いのであると賛同したという。なお、名称の案の中には内容があり、後の内容園に用いられている。ありがとうございます。